日記職人日記職人の武田さんです、はい、日記屋食べたい食べたい日記屋今はあのサラマーラのカレー食べてください。でもおいしいカレーのカレーってことなんですけれど、このシリーズ何種類あるんでしたっけ？全部6種類。でも6種類渡すわけじゃないです。何が当たるかわかんない。どれかがね。どれかが入ってる。はい、検査 TV です。本日は飯塚敦史誕生日元気玉プレゼントプロジェクトということで。約そうですねこれ2週間ぐらい前に、僕ね iPhone カメラトークだったりアートだったり iPhone 3分野祭で、まあ、一緒にイベントをやってた飯塚敦史さんがね2週間前に誕生日だったってことでなんかケンさんプレゼントくれよってこうね言われたんですけどそんなプレゼントをお渡しできるようなまあね効果のものを上げれるようなね力を持ってませんでした。なんかちょっと飯塚敦史さんにね、冒頭お世話になってるんで、なんかできないかなってことで、元気玉ってことでね、皆さんのお力を借りて、iPad、新しい iPad をゲットしました。ね、新品です。ということで、これ本日、よし、1。はい、で本日この iPad を、今日は7月22日、インド百景というね阿佐ヶ谷ロフトでやってる飯塚敦史さんのイベントがあります。それに、この iPad を持参して、プレゼントしたいと思います。それでは、プレゼントの様子、まあ、一番ねかっこいいプレゼントの様子は多分秋葉仁さんがね来ていただいて撮影していただくと思うので、それでは皆さん、楽しんでください。ありがとうございます。
48。おめでとう。しました全然聞いてなかったのですいませんこんなになっちゃって最後とりあえずあの皆さんあのさっさと帰ってくださいあのカレー忘れないでねあのちゃんとあのカレー忘れないであとマサラワーランねもうちょっとあるぜカレーって言ってるんでぜひぜひちょっとマサラワーラン等に寄ってよかったらまああのお弁当でも作ってもらって帰ってください。じゃあ次回ね皆さんまた次回のインディ100キロでぜひあのここで集まりましょう、はい、ありがとうございます。Thank you.